周囲を森や荘園に囲まれたエステートハウスと言われる建物である。一帯はスコットランドでロイヤルディーサイドとして知られるディー川沿いの風光明媚な地域である。城と周囲の荘園はビクトリア女王の王廃アルバートにより購入された。現在もイギリス王室の夏の休暇地として使用されている。バルモラルエステート全体の面積は6万5000エーカー。 常勤職員が50人、非常勤職員が時期によって50人から100人となる。バルモラルエステートは、サー・ウィリアム・ドラモンドの自宅として1390年に建設されたのに始まる。エステートは以前は、ロバート2世が狩猟の際のロッジとして所有していた。ドラモンド家の後、エステートは15世紀に、第3代、ハントリー博、アレグザンダー・ゴードンに売却された。 ハントリーハク家は1662年にインバリーの氏族ファーガソンにバルモラルを売却し1792年には第二代ファイフハクへ売られたこの頃の1822年に即位したばかりのジョージ4世はスコットランド訪問の際に立ち寄っているバルモラルは現在イギリス王室の離宮となっており所有者である女王エリザベス2世とその夫であるエディンバラ公 フィリップはじめ王室一家が毎年夏の秘書地としている。サーロバート・ゴードンがジョー・ビクトリアと王廃アルバートに委託する形で王室の邸宅として1848年から使われるようになった。夫妻はバルモラルの滞在を非常に好み、1852年に3万ポンド支払って所有権を買った。アルバートはすぐに建築家。 ウィリアム・スミスと計画を立て15世紀の城を拡張させ、王室にふさわしい新しく大きな城に生まれ変わらせた。1856年に現在の建物が完成。サンドリンガム・ハウスと同様、バルモラルはロイヤルエステートの一部ではなく王室の私的財産である。エドワード8世が退位した1936年、彼は自分が相続した 私的財産を自動的に相続放棄しなかった。代わって即位したジョージ6世は兄エドワードからバルモラルやサンドリンガムハウスを明白に買い取らなければならなかった。そのため、二つの王室の邸宅は王室の私的な避難所となったままなのである。冷戦時代、核戦争が勃発した際の王室の避難所としてバルモラル城の名前が挙げられたことがある。 エリザベス2世は1997年夏にバルモラルに滞在していた際、ダイアナ元大使妃のパリでの交通事故死の一報が届き知った。だが彼女はロンドンへ急遽戻ることもダイアナに哀悼の意を表すこともしなかったために国民とマスコミによる批判の矢面に立たされた。ありがとうございます。